これもちょっと気になったんですけど、ちょっと少し先生これ言うの意外だなって思ったっていうのも正直あって、74番なんですけども、客を集中させるには声を出させることっていうのがあって、なんかなんとなくマジックってやっぱこっちから見せる、一方的にこう見せるようなシチュエーションが多い気がしてたんですけど、そうだよね、声を出させるっていうのはどういうこと、いや喋らせるっていうことはそんだけリラックスさせれるわけだからね、ね、シーンと最後まで自分のペースで見せてると疲れますよ。発散させてあげないと、必ず喋らせるってことは絶対大事ですから。具体的に喋らせるというのはどういうことをこう喋らせる、質問すればいいですよね。今日、マジック、見に来た方とかね、そうやって、はい、何か反応するようなことを問いかければいいですよね。あとは、どちらからいらっしゃいましたか、言ったらどこどこさんの方手を挙げてくださいと、とにかくお客さんをとにかく発散させることさせないと、軟禁状態って言ってあるでしょ、トイレにも行けない、座席座ったらもうこうやって固まって見るしかない。確かに、ね、結構これね疲れるんですよ ね、 そうですね、周りにも気遣いますし ね、 だからそういった意味で背もたれにこうやって持たれて見てる人が、はい、たまには交互させて、また倒させてっていう、この湯動かしをしないと寝ちゃいますよ。こうやって見てる人はね寝ちゃいますよこれ、ね、なるほどね本当にそれは言葉でそうやって質問することもあれば、参加型のマジック入れたりとか、そういうつまりその双方向性があった方がいいということですね。それはステージでもクロスアップでも同じことです。もうどんな人数少なくても、声出せることは絶対、もういいショーは全部そういうところありますよ。そういうのは必ず入ってます。確かに面白いを見てると結構こういう動きは入るかもしれないですね、見てる間に。いい賞は背もたれ持たれてないですよ。そうかも、こう見てるかも、ね、咳払いがコンコンとかああいうのもないですよ、あれ退屈だからするんですよね、シーンとした時にコンコンコン、どんよりしてるんですね、そうか、マリックさんのショーってそう考えると参加型多いですもんね。いや多いですね、一緒にこう何かやったり動いたりとか、だからそういった意味で入場料払ってきた人のショーっていうのは勢いありますよね。こうやって見てる人いないですよね。見たくてやっぱ来てるっていうところですね。確かに無料で来てる、そういうイベントなんかに見てる人はこうやって見てますよね。そうですね、ショッピングモールの無料だからともうこうやってもうほらやってごらんっていうタイプですね。だから早くね、機動戦っていう昔の言い方しますけど、入場料取って見に来たお客さんのところでやると、こっちの勢いがちゃんと跳ね返ってきますからね。そういうの鑑賞って言うんですけどね、そういうところで、やっていくとまた芸が伸びますね。はい、で実はごめんなさい、1ページ目の僕一番最初のキーワードが気になったんですよ、はい、はい、第一印象は出会った時の7秒で決まってしまう。あ、7秒というのはそんな一瞬ですか。今もうね3秒ぐらいになってますね。あ、これ書いた時よりもさらに短くなってます。もうそんだけやっぱなんか情報が入ってきてるんですよね。例えば学校の教室に座った頃を思い出します、全然知らない先生がパッと入ってた瞬間にもう、あ、この先生好き嫌いがパッと、確かに、そうですね、わかりますね、だから皆さんも舞台へ出たらまず何を見られるかをちょっと整理しておいた方がいいですね、よく考えてね、知らないマジシャンが舞台に袖から出てきた時に、まず目に飛び込んでくるのは衣装ですよ、そうですね、その衣装がまず目に飛び込むとた衣装をまず何かヨレヨレであったり、はいはい、ね、何かみすぼらしい格好とか汚れてたりしたら、もう そこから顔に行かないですよ、もうその時点でふるいが一個落ちて、で衣装を見て、あ、素敵な衣装、今度顔見ますよ、ユリに見たら、おいいよ、イケてる男だとか、僕もね、そりゃそうですね、止まっちゃったじゃない止まんなくていいじゃん、止まんなくていいんですよ、そうだねで、そうだねでいいじゃん、そうだよね、考えちゃって、三四郎は三の線っていう、三の線と三の線、三の線と三の線違いますよ。でも実はこれ僕15年ぐらい前に村木さんに直接アドバイスいただいたことあります、はい、そう
大昔 の、 あの CX の番組見てる時に、はい、まだその時衣装の知識もないし、まあ、正直お金もないで、今思うとやっぱり大したことないそのパッと見普段着に見えてしまうような衣装だったことがあって、マリックさんがあれは次に目がいかないって言われて、じゃあ今のお話ですね、うん、特にマジシャンはね、あのブランドの品ね、例えばアルマーニ着ればじゃあいいかって、ブランドではダメなんですよ、ブランドでは今度はあのそれ以上の服着てる人いっぱいいますからね。そうですね、そうですね。やっぱりこれもオリジナルで自分でデザインして自分で作ってる、だからできるだけオリジナル、自分がブランドになった方がいいですね、自分がブランドになるように頑張って、まあ自分のなんか衣装ぐらいはね、あのちょっと特別に作られるといいと思いますね、その第一印象が7秒で決まるというのは、その印象がやっぱり大事なの、その後にも影響してくるっていうこと、そうですね、衣装がまずすごく意外と皆さん気使ってない、まあ、衣装を見て、それから顔を見て、それからあこの人のマジック見てみたいなと思って、そこからやっぱり喋、り方ですよね、あまり高い声で喋って早い口だと通過していっちゃいますよね、お笑いの人の真似してよくわーっと喋る方いますけど、あのお笑いがまた喋ると違うし、また落語家さんとも違うから、一つ一つあの自分の言葉で喋らないと伝わらないんですよね、マジックって難しいんですよね、セリフに聞こえるともうリアリティがなくなります、段取り感が出るから、難しいですね、だからあの、まあ、これからやってる方はそういう今言ったようなところをもう一回チェックされるとね、急に良くなると思いますね、でもそれ本当にそれこそ営業でもマジックバーでもテレビでも全く同じですね、最初の何秒で決まるっていうのは、だって人を見て、それから手元ですよ、ね、だってそう踏まえて、じゃあそれこそ30年前のマリックさんの特番を見ると、最初の7秒のインパクトすごいんですよ、すごいですよね、あれなんだこの人だってグッと入るじゃないですか、グッと入りますよね、あの感じですよね、まあ、それはね、一流のスタッフの人たちがわーっと私に、ね、はい、ああいうカリスマっていう、はい、一点に絞って作り上げたんですね、カリスマ性ってどうやって出すのか、カメラは足先からこう行くと、誰だろうと思うじゃない、足先から撮るためにはストロークがいるじゃない、いりますよね、ストローク出すためにはスタジオを一番奥から3分の2ぐらい歩くだけのために使わなきゃいけない、すごいセットのあれだね、そうね、すごかったですよね、あれですね、日テレの一番大きいスタジオに歩くためだけのセットを組んだわけですよ、ね、明かりがつくようにして、でまだ足元なんですよ、なかなか行かないんですよね、で初めてこう来る、そのとこのストロークをどうやって引っ張るかいったら音がいるんですよ、でプロレスのあの花道がありますね、はいはいはい、ワクワクする、そこであのレックスっていう曲がね、もう足にハマりましてね、ああいうテーマ曲ね、だからマリックさんはその時その7秒にそれだけかけてたということですよね、最初の7秒に、もちろん私もそのこと知らない頃ですから、その辺演出家の方とかね、プロデューサーの方とかはみんなが知恵絞って作り上げてくれましたから、こういうことは大事だということをね、あの一点を見せる芸ですからね、集団芸じゃないですから、太陽といって主人公に、映画で言えば主役ですからね、脇じゃないですからね、だから主役をやるつもりでちょっと今言ったことをね、考えていただくといいですよね、面白いのがやっぱりこう書かれた当時とまたマリックさん、今のマリックさんだとちょっと変わってたり、いやこれは追加されたり、追加したいものはちょっとあって、だいぶこれはだいぶ前ですから、あのこう刺さったらすぐ書くんですよ、あ、書き留められてるのがなんかこうなるわけですね、まあ、日頃ね皆さんもいろんなことをこう聞いたら、あのそれを積み重ねていくと、あの自分っていう人間がね出来上がってきますから、だから失敗してもいいんですよ、毎日ですよ、クソもう昨日でもね、あ確かにどんなに練習してもね、もうこれだけは 100%OK っていうのはないですよね、